さんこんにちは、デルでーす。はい、今日はね、夜にご飯の予定があるので、じゃあ津波以降していきたいと思います。マジでみんなね、自己肯定感上げてこっていう話ですね。大人って偉いと思うのよ、私。とっても頑張ってて、とっても偉いと思うのね。なんか仕事をさ、頑張りすぎてすごい疲れちゃってみたいな。でも周りの人はできてるのに私はできてないとか、なんかこう、なんて言うんだろうな、すごい私はダメだみたいな、そういうね、お悩み相談もまあちらほらいただいたりするんですけど、もうそういう悩みが起きてる時点で偉いのよ、ね。正直ね、そもそも私は仕事に行ってるだけで偉いと思うのよ。っていうのもさ、なんか学校と違ってさ、じゃあ例えば仕事中に寝てたら絶対に怒られるし、私成果出さなきゃとかミスしたら絶対に怒られるじゃん。でしかもそのさ、怒られたりミスしたりするのが結局自分の生活にも関わってくるわけだから、自分自身もそんなにさ、こう手を抜けないし、ヘマもできないじゃん。もうさ、だって会社に行くイコールちゃんと仕事をしなきゃいけないわけだから、もう行ってる時点で偉いと思うのよ。それにね、プラスでさらになんかこう、自分はダメだって言ってちゃんと反省をしてるわけじゃんって思ったら、そりゃ疲れるよなって思うのよ、人生。さっきも言ったように、だって会社に行くだけでも疲れるんだよ。まあ、もちろん体力的にもそうだけど、やっぱ気持ち的にもさ、多少ほら緊張したりとかさ、仕事の中でトラブルが起きたりとかさ、って言った時に絶対にストレスがかかってるわけじゃん。だから絶対にこう、一日帰ってきた時には、まあ、体力的にも気持ち的にも疲れてるわけで、まあ、それ疲れ幅は日によると思うけど、と思ったらさ、本当にね、みんなもっと自分を褒めてあげた方がいいと思う。まあ、さっきはさ、こう仕事してるのが偉いみたいなこと言っちゃったけど、まあ、もちろん例えばじゃあ仕事に疲れてちょっと一定期間お休みをもらうのも全然ありだと思うし、こうすごい定職に就かなくてもなんか違う生き方もあると思うし、なんか自分でちゃんと自分自身をこう世話できてるなら十分だと思うんだよね。人によってはさ、ほら今は仕事してなくても仕事した時に貯金でちょっと自分探しのために出るとかさ、ちょっと旅行に行ってるとかいう人も全然いるだろうし、自立してるだけで偉くないって私は思っちゃうんだよね。なんかね、友達に勧められてティルティルのクッションファンデをね、試しにちっちゃいサイズを買ってみて、今日使ってみたんだけど、確かにこれはすごいわ。なんかムラがないし、カバー力もあるし、私一番暗い色にしたんだけどさ、それでも元の肌が黒いからちょっと肌が白くなっちゃいましたけど、本題に戻るんだけど、私子供よりも大人の方が偉いと思ってるのね。その偉いっていうのは立場的な意味で上っていうことじゃなくて、すごい褒めてあげたいっていう意味でね、偉いと思ってるんだけど、年齢が上がれば上がるほどこうハードルがさ、求められる基準が高くなっていくわけじゃん。だって赤ちゃんの時なんかさ、もうさ、泣いてるだけでも可愛いねとか言われてさ、もうちょっとキャッキャしてるだけで偉いねって言われてたわけじゃん。が小学生になったら、まあ笑ってるだけじゃ褒められない、まあちゃんと学校に行って学校の授業聞いてれば偉いっていう、その偉いっていう基準もその人の状況とかね、環境にもよるんだけど、まあ大体そういう感じじゃん。と思ったらさ、大人になった瞬間にさ、急になんか働いてお金稼いでみたいな、自分の生活自分で賄ってって、なんか急に大人になった瞬間にさ、学生の時よりもさ、ギュイーンって急にハードルが高くなるじゃん。って思ったらさ、もうさ、求められるレベルをさ、こなすだけでもさ、十分大人って偉いと思うんだよね。まあね、もちろんその親の力を借りないのが正義ってわけじゃないけど、なんか私も今現にさ、まあ別に親からの仕送りとかもなく、まあ自分で働いて、まあ自分でこう家賃払ったり貯金払ったり、身の回りのことをね、家事とかもこなしたりってやってるわけじゃん。偉くねって最近思い始めたわけよ。まあね、私の場合はさ、学生の時は実家暮らしだったからさ、家賃とかも払わなくていい、食費とかも払わなくていいわけだし、家事もさ、お母さんがやってくれてたわけだからやらなくていいって思ったらさ、逆にどんだけ楽だったの学生って思うのよ。なんか当時は私はすっごいなんかもう勉強とサークルとアルバイトとみたいな、あれこれあれこれ大変だとか思ってたけど、ね、全然違う。もちろんね、今は例えばじゃあ本当になんか急に交通事故にあって体が1ヶ月動かなくなってとか言ったら、親がきっと助けてはくれるんだろうけど、やっぱさ、でもこう社会人になって大人になったわけだから、なんかデフォルトがそこじゃないじゃん。デフォルトがもう親に助けてもらうっていうデフォルトではないから、やっぱ自分でどうにかしなきゃなって思うし、まあ私は正直さ、まだ社会人になって数年しか経ってないけど、きっとね、社会人になって10年とか20年とか経ったら、もっときっと社会から求められるレベルが高くなるじゃんって思ったら、なんか絶対に疲れるのよ大人って。
疲れる基準は本当に人によっても違うし、年齢によっても違うし、その状況環境によって違うけど、本当に疲れるのが当たり前だと思って生きていていいと思います。私はなんか周りの子はできてるのに私だけなんでこんなに疲れるんだろうとか思う人もいるだろうけど、多分ね、自分が思ってる以上にきっとだけど周りの人も意外と疲れてるし、意外とね、周りも自分みたいなもんだと思うよ。同じように多分疲れてるのを隠してるだけで、多分みんな同じように疲れてたりストレスがかかってるから、なんで私だけできないんだとか思わなくていいと思うし、みんな絶対に仲間だし、なんかね、自分をそんなに卑下することはねないと思うよ。私もね、だから自分で言うのもちょっとあれだけどさ、いろんな局面でなんかデイちゃんっていつも元気だよねってすごいいろんな方から言ってもらえるんだけど、多分ね、私も疲れてないわけではなくて、絶対疲れてるんだけど、デフォルトの性格がさ、おしゃべりだし明るいし、人間が好きだから人と一緒にいた方が元気が出るタイプなのよ。でもそれがさ、もちろんできないっていうか、もちろんそう、人といればいるほど疲れちゃう人も絶対いると思うし、私にとってはきっと正解なんだろうけど、そう、全員にとって正解じゃないと思うのよ。じゃあ例えば、もしね、仮に人と一緒にいると疲れちゃう人がいて、なんで私みたいにできないんだって感じてる人がいたとしても、それは当たり前なのよ。だって性格も違うし、状況も違うわけだし、で逆に言えば誰にでもできちゃったら、今これは私の長所として捉えてもらってるところがもはや長所じゃなくなっちゃうわけじゃん。みんなができちゃったら逆にそれが当たり前として求められちゃうわけで、逆に私の良さもなくなっちゃうから、全員が全員できる必要もないと思ってるのね。なんかだから、あの人はできてるのに私はできないとか、あんまこうネガティブの方は見なくていいと思うんだよね。周りを見ることってすごい大事だと思うの。あの人はこれができてて私はこれができないから反省しようって思うことはすごい大事なことだし、能力だと思うけど、なんかそれを比較してなんか自分を下に見まくるよりは、じゃああの人はあれができるから、じゃあ逆に私の長所なんだろうって、自分の長所をこう新しく探す方にこう気持ちを持ってってもいいんじゃないかなって思うけどね。それこそこう、私は割とこう場の空気全体をこう割と盛り上げるのは得意なんだけど、逆に場の全体を見すぎてこう細かいことに気がつきにくいのね。すごい、私みたいにこうわちゃわちゃしてない人の方がさ、細かいとこに気づきやすかったりもするわけじゃん。あの人にはできて私にはなんでできないんだろうって思う裏側には、逆にその人にはできないけどあなたにできることって絶対にあると思うし、そう、人の長所をね、長所として捉えるのはいいけど、それをこうなんか逆手に取って自分を悪く取っちゃったりとか、そう、なんであいつはできるのにみたいな嫉妬とかには変えなくていいかなと思います。でもさ、それに関連して最近マジで思うのが、マジさ、親って偉大じゃない？大人ってもうね、大変がデフォルトなのよ。なのにそれにプラスアルファで人の面倒まで見てんだよ。やばくない？世の中の親、本当にもう別に20歳でも40歳でも60歳でも、もう男性でも女性でも関係なく、普通に一人のこう大人としてこう別の人の世話をできるっていうのは本当にすごいことだと思うのね。子供の世話じゃなくてもね、親の世話でもそうだし、例えばなんだろう、同居人の人の世話もそうかもしれないけど、大変大変って言ってるけど、まあ、確かに私も自分の賄うのにギリギリな生活をしてるかって言われるとそういうわけでもないのよ。もう本当になんかもう毎日倒れそうなレベルで生きてるかって言われるとそうではないんだけど、絶対にどう考えてももう一人の別の人を賄うだけの、まあ、経済力はちょっとその面倒を見る人によって変わってくるからあれだけど、もう体力とかもう気持ちの余裕は絶対にないのね、今の私には。でも世の中さ、そういう人はたくさんいるわけじゃん。自分とほぼ同じような状況でさ、こう例えば仕事もしながら、例えばこう趣味もしつつも、もう一人の面倒を見てとか、面倒にすごいと思うのよね、私。なんか子供の時はさ、早く大人になりたい、早く大人になりたいとか言ってたけど、絶対に大人の方が大変なのよ、どう考えても。なんかさ、幼い時はさ、自分はの一番身近な大人って親じゃん。今思えば大人だからなんだけど、こう弱音を吐かないわけじゃん。例えば子育てが大変だとかさ、仕事が大変だとかね。少なくとも私の親は私の前であんまりこう弱音を言わなかったから、なんか大人って余裕があって自由があって楽しいんだろうなみたいに思ってたけど、絶対にそんなことなくて、絶対に大人の方が大変だし我慢してることも多いし、別にそんな法律はないんだけど大人だからっていう理由で飲み込んでることもすっごいいっぱいあったと思うのね。って思った時にさ、他人に悟らせない力ってすごくないって私本当に最近思うんだよね。今の私よりも何倍も何十倍も何百倍も大変だったはずなのに、それをこう一切こう一番身近な子供、私に見せなかった自分の親ってマジですごいなって本当に思うのよ。私がね、例えば親を見てさ、親が一
かにも大変そうだったら絶対大人になんかなりたくないって思ってただろうに、私は自分の親を見て早く大人になりたいって思ってたってことは、大人はいいんだぞっていう風に見せられてたってことでしょ。そんなことあると思って、私が今例えばじゃあ子供を産んで子供育てるって言ったら絶対にそんな余裕な素振りできないと思うのよ。絶対多分もっとパツパツしてるし、イライラしてるし、なんか常になんかもう、あもうちょっと待ってちょっと待って今まあ大変だから待ってとか絶対に言っちゃうと思うんだけど、なんかそれを感じさせなかった私の親もすごいし、私の上司とかもなんか絶対に私より謝らなきゃいけない場面も多いし、こう重大な場面とか大きいミスの責任を取らなきゃいけない場面も多かったのに、絶対ねこう部下に対してこうイライラした顔を見せなかったりとか、こう常に冷静に優しく向き合ってくれた上司とかも、なんか本当になんか本当に人としてすごいと思うし、もちろんそれはね多分私よりもさだいぶ長く生きてるからその中で培われた経験とかもあるだろうし、もちろんもともとねその人が持ち得る性格とかもあるんだろうけど、今私がそれと同じことをしろって言われてもなんかそんな器用にはできないと思うって思った時に、もうなんか尊敬を越して女なんかすごいなって思うよね。今はさすごいこうなんか子育てとか人の面倒を見てる人が偉いって話をしたけど、子供を産むのが正義でもなければこう人の面倒を見るのが正義でもないと思うし、絶対的なね本当に人ってさ状況も違えば環境も違うし感じ方も違うし、だからそうそうねこう同じ気持ちで同じ状況になることってあんまりないと思うから、あの人にはできてなんで私にはできないんだろうってことは絶対に起きるし、もうそれが当たり前、同じ仕事をしててこの人にはできるけど私にはできないって思ったって、だってさもしかしたら私生活でさすっごいこっちの人はめっちゃもうなんか余裕な私生活送ってるけど、こっちの人はさすごいもう家に帰ったら家事もしなきゃいけなくてって、実はさ見えない部分で全然違ったりするかもしれないし、まあ、もちろんねどうしてもさやっぱ自分で自分を比較することはできないからさ、周りと自分を比較しちゃって自分はこれができないとか自分はこれができるとか考えちゃうかもしれないけど、絶対に子供の時よりもできてること多いしやってることも多いし自分でさその悩みが出てきてる時点でちゃんと自分と向き合えてるって証拠だと思うから、なんかあんまりこう仕事とか人生に悩みすぎなくてもいいのかなって思います。私もね時々結構一人で勝手にパニクる時があるのよ。あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、どうしようどうしようみたいな、何から始めればいいんだろう、私こんなに全部できるかなとかって勝手に結構一人でパニクることがあるんだけど、極論ねなんかちょっと哲学みたいだけど、もちろんね自分が主人公の人生だから自分の人生は大事なんだけど、何十億人の中の一人だし、もうなんか何十億年もこうさ形成されたこう地球という名の歴史の中のほんの一部って考えたらちっぽけで当たり前だから、そう高望みはしすぎずに、私はこれをやってるだけで精一杯だし、これをやってるだけで頑張ってるって自分に自信を持てればいいのかなと思います。大人はね思う、本当に偉いから、私毎日トッチに言ってるもん、毎日私よりも何時間も早く朝起きて会社に行ってるだけで本当に偉いって、遅刻しないで行ってるだけで本当に偉いからって、だから自分がさ当たり前にできてることって自分の中で当たり前になりすぎてそれがいいこととして見えてないだけなのよ。特別なことができることが偉いんじゃなくて、自分の中で当たり前にできてるこれがもう偉いって考えていきましょう。本当にいやそうしないとね人間の心持たないし体力も持たないから、だってそうしないとさどん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 さ上を目指していかないといけなくなっちゃうけどさ、そんな上ばっか目指してたら絶対いつかじゃ体力の限界も来るし心の限界も来るし、ね、時間の限界も来るしってなるから、もう絶対に今当たり前にできていることを偉いと思って、だからこの当たり前にできることを自分の長所として、なんかちょっとずつねその当たり前にできることを増やしていこうみたいな感じでいいんじゃないかなって思います。自分が見えてないだけで自分のいいとこってね意外といっぱいあるから、あるよ絶対にあるよ、もっと自分に自信を持って、自分のこと大嫌いの人よりは自分のこと大好きの方が絶対に人生楽しいから、少しでもね自己肯定感上げられるように、あの自分をねたくさん褒めて自分を認めてあげましょう。はい、ということでメイクはだいぶ前に終わってたんですけれどもちょっとねうまくまとめられなかったんだけど、多分自分が見えてないだけで自分が今いる現状とかってすっごい大変なことで、意外とねで自分が当たり前にこなしてることだけでも実はめっちゃ偉いってことって全然あると思うから、マジで本当にあの大人は偉い
本当に子供も偉いのよ、自分偉いんだけど、学生の偉いと社会人の偉いってね、もう本当に基準が全然違うから、社会人生活を送れてるだけで偉いと思っておいた方がいい。人は人、自分は自分と思って、私は私の中でこれができてるだけで偉いと思って生きていていいと思います。本当にマジでみんな自分を褒めてあげてください。ちょっと今日のこの動画のコメント欄は自分を褒めよう大会にしたいと思うので、私はこれをやってて、これをやってて、私偉いっていうコメントをたくさんお待ちしております。私が一番最初に自分偉いコメントを書いておくので、みんなそれに便乗して私もこれ偉いっていうのをたくさん書いてください。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。もし今日の動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、コメント呼び高評価、またツイッター、インスタグラムおよびサブアカウントの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。